大腿骨。大腿骨だ。はい。見つかった。もっとここ探せば出てくるかもしれない。うん、ああ、よかった。まあ、あの時は、うん、正直びっくりしました。びっくりっていうか、こう探してるものがあったということで、まあ、ゆうなちゃんが見つかったっていうふうに。でもそれは何て言うんですかね、私は予測はできなかったんですよ。っていうのは、これまで、沖縄でも、まあ、情報に基づいて、その、ここだっていう場所を、まあ、ご遺族あるいは関係者から聞いて、打っても、おそらく、なんていうんですか、その遺骨に巡り合うことができるのは、1割もなかったぐらいなんですよ。それぐらいこう、まあ難しいっていうか、その掘る範囲をどこに絞ったらいいものかっていうふうなこと。で、その情報からここだったらより可能性高いかなっていうふうに考えてやるんですけども、なかなかこう、見つけるっていうことはできなかったんですね。だから今回でも、その一番最初、こう福島のこの大熊町に来てやるにあたっても、見つけきれるだろうかっていうふうなことについては、正直、自信はなかったんですね。でも、まあなんて言うんですか。亡くなった方に近づこうとする姿勢、それがこう、なんていうんですか。亡くなった方への慰霊だっていうふうな。だから戦没者の遺骨収集っていうのも、戦没者に対する慰霊っていうか。で、まあ慰霊のやり方として、なんていうんですか。ただ手を合わせて、祈るっていうのと、まあ、それももちろん異例ですけど、私はそれを、なんて言うんですかね。掘って探す、近づこうとして掘って探すっていうことは、うん、まあ、行動としての異例っていうふうな言い方をしてたんですね。いわゆる観念的な異例っていうものじゃなくて、行動的な異例っていうんですかね。それはこう、見つかれば本当に見つかったっていうことで嬉しいです。でも見つからなくても、その亡くなった人に近づこうとする、そういう行為、それが異例だと思ってますので、だから、なんて言うんですか、福島から沖縄まで来ても、あ、ごめんなさい、沖縄から福島に来て、それがこう見つからなくても、その亡くなった人を探そう、近づこう、家族に返そうっていうふうな、そういうことができるのは、まあできるんだったらぜひやりたいっていうのはあったもんですから、たとえ見つからなくても私はまあぜひやりたいっていうのはありました。それが見つかったのは、あれはそばにいたお父さんである木村則夫さんが、そして娘さんの木村優奈ちゃんが、まあ二人が呼び合っていた結果だと思ってるんですね。で、
見つかってあと、まあその次にゴールデンウィークに来て、そして今回来てっていうふうに、でゴールデンウィークも今回も、まあ、なんていうんですか、新たな部位の遺骨の発見には至ってないんですけども、しかし可能性のある場所を探す、それも私と木村範夫さんだけでなく、いろんな人がこう一緒に思いを共有して作業をしてくれるっていうのは、うん、私はこのことがもっと広がったらいいなと思います。実際にこう発掘作業に関われなくても、現場に来て、あ、ここなんですねっていうふうな、そしてそこから出てきた震災遺物、瓦礫であるとか、そういうのを見て、まあこれから何年もあと何十年もあとでも、まあ、なんていうんですか、人々がこう木村さんとゆうなちゃんのことを忘れないで認識してくれたらいいなっていうのと、で木村ゆうなちゃんだけでなく、この東北の津波の犠牲者、まだ見つかってない方、そういう人たちにもそれぞれの家庭があり人生があり、でそれが途中で断ち切られてしまったっていうふうな、で遺族の思いっていうのを、うん、その悲しみも少しでも、まあ、感じてくれたらなっていうことは思います。私はこの沖縄では沖縄戦の戦没者の遺骨を収容して家族に返すっていうことを目的に、こう遺骨収集の活動をしております。そのために国に対して DNA 鑑定をやって家族に返してくれっていうふうなことをずっと言い続けてきました。でそのことはほぼ実現というか、国もやりますっていうことになったんですけども、しかし今沖縄が非常に危険な状況になりつつある。それは沖縄が再び戦場になるかもしれないということなんですけども、これは、まあ、台湾有事っていう言葉があるんですけども、ここのところよく使われる言葉ですけども、台湾がもし独立することを、まあ、意思表示したら、中国が台湾の武力統一も辞さないということを中国の主席がここのところずっと述べてます。それに対してアメリカの大統領は台湾を防衛するっていう言い方をしてます。そしてそれだけじゃなくてですね、日米両軍、この日米両軍っていうのはアメリカ軍と自衛隊のことです。日米両軍は台湾を防衛するために奄美大島から与那国島までに40カ所もの攻撃拠点を設けて、台湾に侵攻する中国軍を攻撃するっていう計画を持ってるんですね。そのために訓練もしてます。何度も訓練を重ねています。でこのことに対して新聞記者が、沖縄から中国軍を攻撃すれば沖縄には反撃されるんじゃないですかっていうことを聞いて、そしたらばその自衛隊の方は、私たち自衛隊には住民を避難させる余力はありません、自治体で考えてくださいって言ったんですね。これは無責任なように聞こえますけど、実はそのための法律すらすでに準備されていたんです。国民保護法です。国民保護法では住民の避難は自治体が責任を持つということになっています。そのために沖縄県は沖縄県民145万の住民避難の計画を策定しなければいけないという事態になっています。
しかしこれは考えてみても分かることなんですけども、145万の人間を海を越えて本土に避難させるなんていうのことは、これまず現実的じゃないです。でこのことで私たちは避難とかシェルターっていうのは決してその145万の命を救うために実現できる手段じゃないんだと。今自治体行政がやらなければいけないことは、沖縄を戦場にしないために声を上げてもらうことなんだっていうふうに。で私はそのために沖縄を戦場にしないためにということで、この7月には国連へ行って国連でそのことを訴えました。そして帰ってきてから考えたのは、このようなことっていうのは私のような市民団体の人間が声を上げるんじゃなく、沖縄県の知事が国連で国際社会に訴えるべきことだということで、知事に対して国連へ行ってこの沖縄が戦場にならないように訴えてくれっていうふうなことを要請したんですね。で今そのために準備が進んでいますけども、しかしもっと怖いのは国の本気度なんですよ。40何兆円ものっていう大金をかけて軍備を増強して沖縄にミサイルを配備して中国軍を攻撃するっていうことの、その本気度がもう海外にまで伝わって、それをこう中国が日本が本気であるっていうことをそういうふうに捉えたら、これはその台湾有事になったらば沖縄に攻撃されるだけではなく日本本土にも攻撃が及ぶんだろうと私は思ってます。日本には53でしたかね、53以上の原子力発電所があります。こんな小さい国に、島国に53カ所もの原発があって、それが誤爆ででも攻撃を受けたら核攻撃を受けたものと同じです。そして日本の食料事情っていうのは、国内でこう作れるのは 30% 余りしかありません。そうするとすぐ食料の輸入が止まって国民を飢えさせてしまうんじゃないかっていうね。そういうことを考えたときに、これは沖縄だけの問題じゃないですよ、全国の問題ですよっていう、ね、そして全国にもアメリカ軍基地あります。青森の三沢から南は山口県の岩国まで、そしてアメリカ軍の、まあ、在日米軍の司令部っていうのは横田にあります。そういうことを考えると日本本土が攻撃されないという保証はありませんよ。このことはぜひ国民の方、国民が自分たちのこととして戦争を起こさせないっていうふうなことに全力を挙げてもらうっていうふうなことを国に声を上げるべきもう時期だと思っています。むしろ遅いぐらいです。もしかしたら日本政府が考えているのはどうなんだろうな、こう沖縄を南西諸島に限定した地域限定戦争で始めて地域限定戦争で終わらすことができるっていうふうな、そういうふうなシナリオを描いてるんだったら、それは決してそんな甘いもんではないですよっていう。戦争は始めることはできても終わらすことってできないんですよ。現にこのアジア太平洋戦争でも、まあ、78年前の日本は終わらすことできなかったんですよ。
結果として原爆を2つも落とされて無条件降伏をせざるを得なかったっていうふうな、国民も戦争を終わらすことできなかった、政府も戦争を終わらすことはできなかった、もう被害のこう限りを尽くして初めて無条件降伏っていうふうなことになったの。今のあのウクライナの状況を見ても戦争を終わらすことがいかに難しいかっていうふうなのは、私は国民は考えるべきだと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。